コックピット周りの黄色地部分に青い丸型の ICI 社ロゴがあしらわれている。インペリアルケミカルインダストリーズはイギリスロンドンのマンチェスタースクエアに本部を置く世界有数の科学企業グループ。塗料から食品やポリマー、電子部品、香料や食品添加物などの機能性製品まで幅広い商品群を製造販売している。従業員は 約3万2000人。2008年1月2日にオランダの科学メーカー、アクゾノーベルの参加へ入った。1925年の IG ファルベン社の発足に危機感を持ったイギリス科学業界が対抗のため、1926年12月に4つのメーカーが合併して ICI を設立した。4社とは、ソーダ石灰など、 アルカリ製品製造のブルーナーモンド、アルフレッド・ノーベルが設立した火薬類製造のノーベル・インダストリーズ、やはりアルカリ製品を扱う、ユナイテッド・アルカリ・カンパニー、そして染料や顔料のブリティッシュ大スタッフス・コーポレーションであった。初代会長はアルフレッド・モンドであり、兄弟のロバートはマリエ・レ・マナックとの結婚を挟んで、グッゲンハイ向けのサイモンと親戚である。 また、娘のエヴァは、ルーファス・アイザックスの息子と結婚した。爆薬、肥料、殺虫剤、染料、化学品、印刷用品や、塗料などを製造を販売し、その規模は、アメリカのデュポン社やドイツの IG ファルベン社に匹敵した。設立初年度の売上は2700万イギリスポンドに、達した。1937年までは、ノーベルインダストリーから引き継いだ。 サンビームブランドのオートバイ事業も担っていた。ICI は新しい物質の発明において重要な役割を果たしてきた。例を挙げると、有機顔料のフタロシアニン、透明なアクリル樹脂、塗料、デュラックス、低密度、ポリエチレン、スルファジミジン、パルドリン、ハロタン、プロプラノロール、タモキシフェン、ポリエーテルエーテルケトン、除草剤、パラコートなどがある。 製薬事業の成功を受け、1957年に、同部門の子会社を設立した。主力工場の一つは、イングランド北東部のティーズサイド、ビリンガムにあった。1971年から1988年に、かけて、同工場では、アメリカゼネラルアトミックス社製トリガーマーク I の運転も行われていた。革新の歩みを常に維持する ICI は、 モーントディビジョンが主導し1974年にワークスレコードシステムを開発した。これは6を実装した汎用性に富むツールで数多くの科学プラントの状況を一元管理できるシステムであった。このシステムは27年間を大きな変更を施す必要がなくプログラムに精通していない工場のオペレーターでも 新しいアプリケーションを容易に組み込めるように設計されていた。1988年、イギリスのハンソン者から敵対的買収を仕掛けられたが、撃退に成功した。1993年、製薬、生物科学部門の分社化を決定し、ゼネカ社を設立。これは1999年に、スウェーデンの製薬メーカーであるアストラ社と合併し、 アストラゼネカ社となった。また、1990年代頃から ICI は大量生産の工業科学分野から特殊化学品分野への志向を強め、より高収益かつ成長性の高い製品取り扱いを強めている。しかし、21世紀になっても同社の財務状態はさほど良い状態とは言えなかった。2007年6月18日、アクゾノーベル社が 72億イギリスポンドで ICI の買収に乗り出した。これはデュラックスとクラウンペインツの両者の塗料の看板ブランドが激しく、しのぎを削り合う中、世界市場までを視野に入れたアクゾ社の戦略だと捉えられている。しかし ICI 首脳陣及び大株主はこれを拒否した。アクゾ社は、 買収価格を80億イギリスポンドまで引き上げ ICI へ打診。ICI はこれを受諾した。ありがとうございます。